日常もね、垣間見たいなんてことありまして、乾燥対策どうしてる？僕唇しかしないです。あ、いやごめんだけど今テカテカだよ。あの唇は痛い、うん、それが嫌だからやるけど、他は乾燥上等です。俺もそうなのよ、俺もやんないから体中血まみれなんだよ。分かるでしょ、俺すげえ書いてるの分かるでしょ。分かる。あのさ、この間コンサートでバズリナイトってちょっとギャルっぽいやつだって足出してたんだけど、血まみれだった。何かしてますか？してないな。俺はね、加湿器。あ、一時期さ、俺全然咳止まんなくて、あった、一回もう加湿器3つぐらい買って、めっちゃ炊いてんの、めっちゃ炊いてんのよ、うん、で朝起きて、起きたらもう床もベッドもびっちょび。やりづらい。熱いの残ってます。俺その同じような加湿器に入れる水みたいなのがあって、うん、なんかウイルスを除去する液体でそれを水と一緒に混ぜると、例えばじゃあインフルエンザとか菌を殺しやすくするみたいな水があって、それを一緒に入れて加湿してます。それなんか効果あるんですか？まあでも普通に風邪ひくしね。難しいね。どういうことなの？さあ、それではご紹介いたしましょう。本日の対戦ゲスト、こちらの方々です。どうぞ。ご紹介しましょう。本日は舞台エドは燃えているかチームの皆さんです。さあ、まずはこちらの舞台、どういった舞台になってるんでしょうか？K はい。お二人じゃないの？舞台エドは燃えているかがですね、3月3日より新橋演舞場で上演します、はい、三谷幸喜さん、はい、書き下ろしの江戸城無血会場を巡る、うん、すっごいこう笑えるコメディになっておりますので、まあ、ぜひ皆さん劇場へ。俺たちは燃えてるんだ今。先輩今日ちょっと気合めちゃくちゃ入ってますよね。いつもに仕事は 100% だ。何を言ってんだよお前。さあ、そしてブレさらしということで言いますと、まずはまゆちゃんが初登場、はい、初めてお伝えしました。めっちゃ運動しようと思って。いいでしょ、昔のレディースみたいな格好してる。おしゃれ、おしゃれ。さあ、それではご紹介いたしましょう。本日のプラさんゲスト、こちらの方です。どうぞ。やっぱりそこテンションあれ、うん、ぶっちゃけすごい眠いんです。ちょっと横にいてなんか眠いなんかしょうがない、温かさがくる、なんか体の熱いボワーンってなんかすごい、うん、一本目あんま喋んなくてちょっとスタッフに言われたでしょ。え、大野さん、ちょっと喋ってよってスタッフに。気づいたらさっき一本目終わったら、あれあんま喋ってねえな。今喋ってんじゃん、だから すげえ頑張ってんじゃん。すごい頑張ってる。まだ怒られるんや。届いてる届いてる。でもピンク OK、 オンさんピンクね、イエローで、アドさんイエローで、うん、OK、では参ります。アラスチームのピンボールランナースタート。7 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 7
ム最初のボールをつかみました。772つ目もゲット。ここでスピードアップ。6さあ4つ目は 20% の差に頼まれた。33ピンクボール、ここは見事つかみました。さあ次のボールも掴んで得点を伸ばしていく。7黄色ボールを着実に積み重ねていきます。桜井さん残りは20秒。うんとなかなか次のボールが入ってこないか。7 うんとここも 20% の差が。さあピンクボールここは届きません。さあ10秒切りました。ラストスパート、ここから得点を伸ばせるか。ここも 20% の差だ。6走って走れ。さあこのボールは掴むことができません。そこまで。なんでだ。桜井さんの得点70ポイントでーす。
ピンボールランナー、あなたピンボールウォーカー。ケンコバさんが言うように先ほどのスギちゃんの走りとは対照的な桜井さんでした。なんでそんな優雅だったんですか。いや567しかほとんど言わないから俺走る必要ねえなっていう。でも2個目のピンクね、あれ頑張って走れば取れなかった言った感じがしますね。なんか6ぐらいにいて77って言ってもなんかちょろっと走って、あダメだったみたいな。うん、走るほどの距離でもねえなっていう感じ。多分ね、この後俺正論しか言わないと思う。いや嬉しいよ。でも作ってくれたってことなんですか。作りました作りました。VS 嵐当たり前体操。そうです、はい、あの一応答えしておきますけど、はい、僕この番組以外でもなで型なんですよ。そうなんです。十字でもなで型。ちょっとびっくりしちゃった。矢部さんでもこれで壊さないようにしてくださいよ。これは矢部さんでも前あの系とか壊してますからね。危ない言うなや。すごい雑な。目が荒かったね。さあ海猿チーム VS 嵐、ここまで点差わずか20点と接戦ですけれども、ここで嵐チーム逆転なるでしょうか。キッキングスナイパースタート。最初のターゲット、山田さん見事ヒット、20ポイント。さあパーフェクト狙って相葉さんは大きく右、宮さんは惜しい、わずかにした。最初のターゲットは20ポイント。さあ2つ目のターゲットはどうだ、ここもヒット、倒れている、20ポイント。二宮さんはどうだ、ここもお見事、20ポイントです。さあ3つ目のターゲット、ここは左、相葉さん今度はどうだ、見事ヒット、残っている、二宮さん取れました。だパーフェクトはなりません。さあ高得点のチャンス、山田さんヒットも通れない、相葉さんがいった。さああと1本、わずかに右、惜しい。さあ次が最後のターゲットです。ここはかすっただけ。さあ相葉さんはポイント、そこまで。嵐チームの得点280ポイントです。今なんか何が起きた。なんかこの人のボールの収まりが悪くてグラグラグラしてたから先行ってくれってやられたんですよ。何かね、そしたら同時に蹴ったんですよ。ボール同士当たっちゃった。多分ね、俺がゆっくり蹴ってたから、うん、相葉さんのと跳ね返ってきたのと当たってどこ飛んでたんですか。それぐらいシンクロしたね、ありがとう。すげえな、全然響かねえぞ。ポジティブな感じ。嵐チームのバラ嵐スタート。問題、九州の県といえば、これ被んないでって相当、いやむずいくない。それでは二宮さんから順に回答をオープン。長崎、熊本、佐賀県。長崎、熊本、大分ということで、2人バラバラ20ポイント獲得です。これむずいよ、これむずいよ。続いてまいります。問題、名前がすべてひらがなの芸能人は。そんな人いるよね。難しい、すげえ難しい。ちょっと待って、ちょっと待ってね。いやこれちょっとわかんねえな。相当芸能人来てるよ、VS 嵐も。うん、これでもパーフェクト行きたいね。行きたいね。それでは二宮さんから順に回答オープン。田村健二、佐田雅史、深
沢亮さん、お岡山はじめ、キャリーパミパミ、熊田雅史、パーフェクト100ポイント獲得。2問目で早くもパーフェクト。続いてまいります。問題、国民の祝日といえば。16日あります。あー、かぶりそう。あれ、こんなんあったっけな。そこなのよ。そこなのよ。そう、それなのよ。なんか増えたからね、休日がたくさん。それでは二宮さんから順に回答オープン。建国記念の日、敬老の日、緑の日、敬老の日、緑、元旦。元旦は不正解です。元旦は元日の朝のことを指します。元日だったって書けなかったって。そうです、元日だったら祝日なんですか。はい、ということで10ポイント獲得です。いや、でも結果いい答えたんじゃん。続いての問題に参ります。そして司令台の橋本さんも何か仕事があったというふうに伺っていますが、やっぱ吉本なんでちょっと変な仕事いっぱいあるんですけど、うん、夏祭りの時なんですけど、こう櫓組まれて漫才師だけと太鼓の人が上にいるんですよね。ほんでみんなここ盆踊りで踊ってるんですよ、周りを。でめっちゃ高いところから漫才してるんで、まず誰にも目線が合わない。盆踊りしてるんで、あ、目の前で動いていきますよね、いくらこう届けても。ほんで僕ら二人漫才師と隊長いるんで、うなぎがボケたらでねんとか叩くんですよ。いや、そう、いや、そうですから、あれが一番きつかったですね。ちょっと比例題ですが、作戦どうしますか。ピンクはあのキリンですね。え、あ、ピンク、始まる、はい、来た、キリンです。あ、番号も言いますじゃん。番号言ってください。では参ります。吉本芸人チームのピンボールランナースタート。6番。さあ、まずは6番という声、ジュニアさんと橋本さん声出していく。これはうまく拾いに、うまい、うまい、カゴの使い方が非常に志田さんです。さあ、まずは黄色のボールで得点を稼いでいく。もう早くもイツゲット。さあ、ピンクやったぞ。6番キリン。キリン川島さんの声が響きましたが、ピンクボール1つ目は取ることができませんでした。さあ、ここからは黄色のボール。黄色のボールは意外とカゴに入っているように見えますが、そしてピンクが来た。2個目、3番、4番、4番来ました。川島さんの声届いていました。さあ、残り20秒です。ピンクボールはあと1つ落ちてきます。残りは15秒。ちょっと疲れてきたか。ボールがバラバラに落ちてる。10秒、最後のピンクだ。この4番の声は届かなかった。ピンクボールはもう落ちてきません。あとは黄色のボール。時間がないぞ。この残り2つのボール、最後の1つゲットしました。そこまで。吉本芸人チームの得点150ポイントです。黄色入ったかな。あの、言っていいですか、うん、キリンですっていうのがロスタイム。自己紹介しないと誰がいるか分からない。失礼に当たる。失礼、ごめんなさい。言ってるだけやから。いや、確かにキリンですときもうボール落ちてた。申し訳ないなと思った。途中ちょっとだけジョイも入りましたね。7、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 7
歌います。はい、かわいい。わうわわうわわうわうわうわいいいいいいちゃんと人に見合ったギャグをね、お届けしてますね。さすがソムリエ、動き慣れてるから。さすがソムリエ、素晴らしい。それでは参ります。はい、ローリングコインタワースタート。まずはチームサルドシ今井さんからスタート。10、20、30、1枚ずつ3枚のコインを積まなくてはいけません。松本くんはどうか。松本くんは真ん中のコインを少しずらした。さあ安田さん、30ポイント厄年ゾーン軽々と乗せていった。そして勝美さん、10、20、30、手際がいい感じ。戦いは2周目に入ります。さあ小島さん、芸風とは違う慎重な置き方、30ポイントクリア。そして二宮くん、
余裕の表情で上から見ながら30ポイント。ここまで両チーム互角、松井さんはどうか。30ポイント乗せてきた。さあ嵐チーム相葉くん、バランスを見て少しずらしてきているか。クリアです。両チーム同点。3周目に入った。岡田圭介10、20、30、3枚目を少しずらしたぞ。このバランスをどう見る。桜井くん、桜井くんも30ポイントクリア。重岡くんは前傾して慎重に置いている。ここまで全員10ポイントコイン。さあ嵐チームは大野くん、大野くんも10ポイントコインを30、一番上をかなりずらした。さあ戦いは4周目。ここで今井さん、無理するなの声。しかし10ポイント、今井さん強気。さあいつ倒れてもおかしくない状況。松本くんもかなりずらしたぞ。そしてチーム猿年、厄年ゾーンにやってきた。安田さんは大丈夫か。心配そうな表情でも乗せた。勝美さんはどうか。素早い動きで勝美さんも30ポイントクリア。同点で戦いは5周目。吉尾が乗せた、吉尾が乗せた、吉尾が乗せた、倒れた。最後倒したのは小島よしお。嵐チームに50ポイントが入ります。いやでもまあ攻めたから仕方がない。これはみんな10だったし ね続いては嵐チームの挑戦。ランナーは桜井くんです。そして原西さん、藤本さん、二宮くんが指令台に上がります。よしよしよ。さあ桜井君、はい、相手チームが120ポイントでした。いやいや120は超えましょうよ、はい、余裕じゃん。余裕でしょ。いらんよ、番組を面白くするためにあんまり取らないみたいなね、いらんからね。そういう役割今までは確かに担ってきたところあります。あるんだ。しかし、え、あった。本日をもって私桜井は生まれ変わりと思っております。何が始まったこれ。もう本気を出しちゃいます。今日が私の誕生日、おめでとう。あれ何点ぐらいいけるんですか。まあ200は硬いだろう。ありがとうございます。では参ります。ピンボールランナースタート。さあ生まれ変わった今日が誕生日、新しい桜井翔を見せる。目標ポイントは200ポイント。まずは10ポイント、20ポイント。今までの桜井翔とは違う。ピンクボールはゼガヒネも入れなければいけない。さあ最初のピンクが来た。これはどうか。このピンクは、このピンクを入れた。宣言通り必死な表情で。さあ次のピンクが来た。このピンクは、このピンクも入れてくる。桜井翔宣言通り生まれ変わった。さらにイエローを加算。残りは25秒。壁を支えながらタグをうまくコントロール。3つともピンクボールを収めることができるのか。残り時間は間もなく10秒を切った。最後のピンクが出てきた。おっとか、この藤井惜しくも入らず。さあ残りボールはあと1つ。最後は入るか。カゴの藤井弾んでしまった。そこまで。目標は200ポイント。嵐チームの得点130ポイントです。勝った勝った。あの振りを強めに言ってたから、ああできればもう負けて、うん、負けた。めっちゃ取るか負けるかなのね、こういう時ってね。10点勝つって何それ。ちょっと勝つ、ちょっと勝つ。何これ。頑張ろう。では参ります。スライダースマッシュ2回戦スタート。最初のパック、小沢さん軽く自分でバウンドさせて大野さんにパス。鋭いシュートを放っていきますが、まだどちらにもポイントにもなっていません。西川さんから増山さん、最初のポイントは広島カープ。小沢さんが止めた。時間をかけると次のパックが出てきますが、ここもゆっくりいく。ここはカレンさんがうまくカバー。小沢さんのところに2つ、ただ2つともしっかりケアしました。松本さんがポイントをゲット。そしてパックは2つになります。10秒に1回パックは出てきます。カレンさんから西川さん、
小沢さんがちょっとテンパっている印象ですが大丈夫でしょうか。パックがここで3つになった。松山さんの強烈なシュートが小沢さんのところに入りました。そしてブルーバックが来た。さあ大事なブルーバック、松山さん、そして小沢さん、ブルーバックどうか。上本さんが大野さんにパスしてしまった。まずは嵐チームにブルーバックの得点が入ります。ブルーバック1つ目は嵐チームの得点。さあ松山さんが押し込んでいきます。大野さん今度は防いだ。さあこのブルーバック、これも嵐チームのポイントになった。ブルーパックは1つとも嵐チームのポイントになっています。これでパックが4つという中で嵐チームまたポイントゲット。パックはこれで3つ、また嵐チームのポイントになる。嵐チームがそこまで優勢でしょうか。松山さん思い切り打っていって、これは小沢さんのゴールに決めました。パックは残り2つ、2つがセンターゾーンにあります。そして1つは広島カープが広島のゴールに入れました。最後は松山さん押し込んで、そこまで。広島カープ100ポイント、嵐チーム160ポイント獲得です。近づいた近づいた。よかったよかった。いや小沢さん大活躍じゃない。でもね、大野くんにパスしようとしても途中まで行かないのがいくつか体力のなさ感じたね。ちょっとごめん、休んできます。もうちょい頑張って。苦しい。ちょい頑張って。ちょっとカープの皆さんがテンション下がって。じゃあカープって2018年逆転のカープって言われてたのよ、はい、逆転される気持ち分かりますか。今から始まりますよ。、ね、俺たちが逆転の嵐だって。俺嵐じゃねえわ。間違えた。続いては嵐チームの挑戦です。さあ嵐チーム、二宮くん、はい、小峠軍団100ポイントでした。そこは超えたいだけど、やっぱ得点の設定がいつもその最終ゲームみたいな感じで蹴っちゃうと痛い目見るんだろうなと思ってますね、うん、ファーストは2人で頑張っていこうと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。質が違うんだよ。それは言わないでおこう。それだけは言わないでください。さあそしてセカンドゾーンですけれども、はい、松本くんと吉澤さんです。うん、吉澤くんどうなの、キック。結構何回かやってますけど、これ僕割とうまいですよ。運動神経悪いこと。吉澤さん改めて、はい、あの今回の本当に気持ち悪いからやめてって言われて。一生懸命やった結果ね。一生懸命やった結果。リアルすぎて。どうやってやったなんか。ゲロです。ちょっと一個いいですか。いや僕はさっきこのオープニングのやつ終わってこれに来るまでの準備なんでちょっと戻るじゃないですか、楽屋に控え室に、うんうんうん、これグループで戻るじゃないですか、はいはいはい、で山本はなんか知らんけど嵐の方に行ったんです。いやそうだね。いやそう、嵐チームの、いやそこはこっちでいいだろよ。いやいや一緒の控え室行ってんの。違うのよ、住む世界が。ロバと山本が嵐の楽屋で。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。弟よ、ごめんな。山本は嵐の方に行ったんだ。いやそうだね。何も一緒の控え室行ってんの。違うのよ、住む世界が。もう違うよ。そっちじゃないんですよ。今日はどこいたのよ。いやだから嵐チームの楽屋で一緒にみんなでね、はい、同じ楽屋。無理だろ、どう考えよう。馴染んで、馴染んで共通の会話なんかあるわけねえだろ。あるよ。何の話したんだよね。え、いろいろこの水は飲んでいいんですか。ボーナスポケットが上がってきました。まず動いたのは二宮君、弾かれた。一方関根さん見事1投目ボーナスポケットゲット。福士さんもボーナスポケット。そして有村架純ガッツポーズ。ダブルストーンがボーナスポケットに入った。関根さん連続でボーナスポケットゲット。さあ二宮君どうか。これも入れてきた、これも入れてきた。そして関根さんダブルストーンで外してしまった。
福士さん、これはボーナスポケットに嫌われる形。有村アマンダのストーンは接触、残り時間が少なくなってくる。ヤスが今ボーナスポケットゲット。さあ有村さん、これはどうか、接触して止まってしまう。さあここでボーナスポケットが下に下がる。嵐チームのストーンはわずかに1つ、浅い客チームには3つあります。力のコントロール、真ん中に止められるか。さあどうか、二宮君ちょっと弱い。そしてアマンダは元気がありすぎた。そこまで。違う。浅い企画チームの得点、はい、ポイントゾーンに残った15ポイントにボーナスを加えてトータル135ポイント。嵐チームの得点、ポイントゾーン20ポイントにボーナスを加えてトータルの得点140ポイント。わずか5ポイント差ではありますが、1回戦は嵐チームが制しました。超いい勝負だったんだね。はい、大接戦となりました。関根さん、はい、途中ちょっと悔しそうな表情されてるシーンがありましたが、石をね2つ立て続けに入れたんで調子こいてかけるに行っちゃったんですよ。そしたらね、力んでね弾かれたんです。ヤスさんは手応えいかがでした？僕だって2個ぐらい入れてますもんね。入れてる、はい、どうですか篠原さん。まあこれでいい出だしになったんちゃいますか。そして対する嵐チームですけれども、大きかったのは有村さん、うん、はい、ダブルストーンをボーナスポケットに入れました。お見事、素晴らしい、やりましたね。奇跡です。入ったじゃん、はい、かける2帰ってきたじゃん。そうだね。なんで二宮君は、はい、いやいや、なんでかける2帰ってきたのをかすみちゃんが打つんではなく俺が行くって言って行って、はい、なぜあんなショートなんですか。いい、やっぱこの経験値ですかね。やっぱこう押しすぎるとやっぱりこう後ろに行くっていうのがあったんで、あ、大丈夫です、あのもうちょっと空気に耐えられないんで坊主にしていきます、すいません。すいません、やめろ。行きますよ。二宮君最近野球の方は、まあちょろちょろお家でやってますね。うちでファミスタですか。でもさ、前相葉君と野球チーム作ったんでしょ。まあ、まあ彼が作って、まあ、それ選手として今呼ばれている。そう、僕がオーナーなんで呼んであげてるんですよ。彼はどうですか、オーナーから見て。まあ使えるよ。いい選手よ、うん、それでは参りましょう。二宮君お願いします。野球経験者の二宮君の挑戦、これは速い、やや高めにいったがこのボール、果たして球速は。ただいまの記録94キロです。94キロ、ここまで2番目の速さのボールが出ました。続いては松岡さん、お願いします。いや、二宮君の94キロ超えれば僕は相葉オーナーから声がかかると。あ、そうでしょう、はい、ということですよね。さあ松岡さん、二宮君を超えられるか。お願いします。真剣な表情から、どうだ、このボールはストライク。注目の球速は。ただいまの記録97キロです。97キロが出ました。二宮君の上回った。来週空いてますよ。すぐ調整します。ちょっと温めておいてください。そして最後の2人は相葉オーナーと元メジャーリーガー石井さん、果たして勝つのは。100キロ行きたいですよね。100キロ行きたい、100キロ行きたいです。ピッチャーじゃないんですよ俺、サードかセンターなんで。でもさ、ジャニーズ野球大会の時ピッチャーやってた時なかったっけ。あったんす。あった。あの時どうだったんだっけ。あの時12個ぐらいフォアボール出した。おい、言うな言うな。このまま俺の腰がつっちゃって、あーばばば。守ってるみんながなんかもうダメだ、腰がダメなんで。ピッチャーやったことないのに行ってこいって言われて。そうだったね、あれね。それに比べれば。あと今日ノーコンでもいいんだもんね、スピード、うん、そうですよ ね、うん、サードっぽくやった方がいい。サードっぽくこっからやってもいいんですか。投げ方は自由です。それでは
相葉くんお願いします。いや、いきます。どうか、その球速は。そうだったよ今の。ただいまの記録101キロです。きたきたきた、101キロ。ここで全体トップのスピードを出しました。Tình mình, tình đến, tình vui, tình con, tình nhớ, tình hồng, tình vội, tình mất, tình tan, tình mến, tình nóng, cứ tình sâu, cứ tình buồn.Tình mình đàn na hey, na 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 tình mình tìnhSau tình buồn, tình mình, tình đến, tình vui, tình còn.